では始めたいと思います。マンデーナイトフットリコこんばんは、フットリコです。こんばんは。フットリコは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリスポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリスポの方までマリスポみんなで楽しめる番組を目指しています。はい、番組放送翌日以降にはアーカイブ配信も行っておりますので、もしよかったらそちらも聞いてください。はい、アーカイブを聞いていただいている方は YouTube のチャンネル登録、いいね、ポッドキャストのフォローもぜひお願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、ナリです。よろしくお願いします。お願いします。はい、アキラ君お願いします。はい、風の吹くまま木の向くまま毎度お騒がせしておりますさすらいのサポーターアキラです。よろしくお願いします。はい、はい、いろいろ立て込んでるね。いろいろありますね。はい、はい、パンダさんお願いします。この時期まで冬物がしまえないのはサポーターだけだよ。トリコパンダです。寒かったですね。はい、この微妙な時期にさ2時間とか外で座ってるのサポーターだけだから確かに、ね、雨の中ね。はい、以上の3名でお送りします。はい、いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはフットリコ FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってるよと教えてあげてください。はい、アプリの社のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたりインバイトピープルというところでお友達に教えてあげたりすることができますのでよかったらお願いします。お願いします。はい、最後にフットリコのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくとフットリコについての通知が行くようになりますのでぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリ上部にある大文字でフットリコのところをタップしてください。はい、はい、ちょっと待って、え、なんすかなんすか。はい、なんすかなんすか。ここでジョインクラブというボタンが表示される方はまだメンバーになられてないのでボタンを押してメンバーになってくれると嬉しいです。はい、フットリコメンバー数は574名です。もう数分で、おありがとうございます。ご心配、ありがとうございます。ありがとうございます。反応していただいたようでありがとうございます。なんか随分と急に爆増しましたね。いらっしゃいませ。はい、またさっきついさっきのツイートよりだいぶ増えてるけどね。ほんまやで、ありがとうございます。はい、ということで早速じゃあトピックに行こうかと思います。はい、はい、それでは一つ目のトピックです。4月8日土曜日、2023明治安田生命 J1 リーグ第7節横浜 FC 戦は5対0での大勝利でございました。はい、はい、俺たちが横浜でした。はい、はい、得点経過はですね、後半2分マルコスジュニオール、後半17分アンデルソン・ロペス、後半23分エウベル、後半28分エウベル、結構立て続けだったんだね。はい、後半45分アンデルソン・ロペスということで5得点でした。マン・オブ・ザ・マッチ、スクイ・マン・オブ・ザ・マッチがエウベル選手、インゼリー・マン・オブ・ザ・マッチが水野幸太選手、ヒロイク・マン・オブ・ザ・マッチがマルコス・ジュニオール選手でした。はい、うん、マルコスはね、アンデルソン・ロペスにちょっと気を使ってましたけど2得点ですもんね。はい、はい、ということで、横浜ダービー、無事勝利いたしましたが、コメントを聞きたいかなと思います。明らかにお願いします。勝ってよかったですねって言いたいとこなんですけど、うん、不満なんですよね、うん、あと5点は取れたんじゃないのと思って前半で、ね、随分としてやられたなというか、なんかうまくいかないことがまあ多かったんですけど、あれね、あのパスが合わなかったりとか、なんかちょっとこうね、ステップが合わなかったりみたいなのが多かったんですけど、あれ実はあの日の試合前に僕スタジアムツアーの方にお邪魔してまして、はいはいはい、あのピッチの状態をこの手で確かめてきたんですけど、触れたんでね、芝生をだいぶスリッピーで、まあ雨降ってたんでしょうがないんですけどね、
ていうのもあって合わなかったんだろうなというのはありつつも、うん、なんかどっかで相手との間合いをミスってたんじゃないかなっていうのは感じるんですよ、うん、それがどういう理由なのかわからないですが、とにかくそれで、ペースをつかみきれずに45分間ちょっと苦戦を強いられたなという感はありました。うん、まあ、でもね、ヤマネリックのあのゴールが決まっていれば、まあ、だいぶ楽な展開にはなったと思うんですけど、あれもね、まあ、自分らのオフサイドだったんで、ね、何とも言えないなと。というのも含めて、まあ、後半5点ね、一挙大量得点しましたけども、あんなんじゃ足りないんじゃないかなって僕は思ってます。はい、まあ、折り返しで今度は三沢でやるときですか、その時はね、まあ、今回仕切れなかった部分を大量に出していただいて、三沢での試合はまだ勝ってなかったはずなので、そろそろ勝たなきゃダメじゃないかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、パンダさんお願いします。特にない。はい、特にない。うん、だって見てないからなまで。あ、そうなのね。そうか、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 失礼しました。幼稚でしたもんね。うん、失礼しました。そうなんです。まあ、でも 5-0 という結果はいかがですか。うん、足りない。で、足りない。リクが良かった、はい、とにかくリクはすごく良かった。リクが良かった、うんね、リクは大好き。いやだ、まあ、マルコス様もね、はい、これでダービー何点目だっけな。4点目ですですよね。並んじゃったんです。いやでもほら、一試合でさ、一試合寄ってます。あれはね、あれはキングだけど。はい、ね、2007年のね、8.11、8.11ですね。8対1で勝った時は、まあ、はい、今コーチのね、大島秀夫さんが、秀夫さんが大爆発して4点も決めてくれましたけど、大島と呼んでるところです。はい、そうだね。ただマルコスはね、じゃあ通算得点をだから、三沢で誰かにそろそろ超えてもらわないとさ、もう二度と負けたくないから。なるほどね、はい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 、はい、はい、ありがとうございます。なんで、ちょっと現地の試合以外の様子を聞きたい。おお、うん、試合は一応さ、ダゾンで見てるから。あ、試合以外の様子か。いや、ギャラクシー綺麗でしたよね。うん、めちゃくちゃ綺麗だった。久しぶりに見ましたけど、これはもう綺麗だったね。そうそうそう、っていうか、僕はバックアッパーだったんですけど、最初ゴールは1回だけだと思ったんですよ。真下だったね。そうそうそう、はい、そしたらさ、反対側からの写真見たらめっちゃ綺麗でさ、メインから見たらすごい。そうそうそう、いや、あれ綺麗だったね。うま、うまかった、うまくね、やったね。バックスタまでやったの、そうそう、初めてじゃないかな、サポーターしては。中央も超えたでしょ、だってあれ。うん、超えてた、写真見たら。すごいよね、すごいね。うん、そう、試合が終わった後に僕1階席の方ちょっと通ってったんですけど、うんうんうん、席のとこにあれなんか赤いやつ挟まってるなって言って、あーみたいな、うん、びっくりしました、あれ見た時。はい、あれで、ね、これ終わってから降ってもいたしね。いや、雨の中、うん、あれを降り続けている皆さんはすごいなと思いましたね。ねえ、私、お片付けもあるしね。片付けもね、雨の下の片付けは本当に大変だからね。そう、やるさ、こだわってますからね。そうですよ、はい、頑張って、はい、そう、干したりするの大変なんだから、濡れると。あれはね、はい、本当にすげえ大変だ。今どうやってるか分かんない。試合の最初に感じたのは、スリッピーなやつもそうだし、まあ、FC 側がかなり覚悟を決めてというか、かなり前からというか、ボールが入るタイミングでの前への、潰しがすごく早いし、手足が速いし鋭かったから、それでちょっと気を忘れたのもあるけど、あるし、うん、まあ、もしかしたらちょっと選手たちも横浜ダービーの雰囲気が結構感じちゃったのかなっていう気もちょっとしたんだよね。バス待ちも結構多分ダイレクトに響いてたみたいですし、うん、あ、まあまあ、そうですね、バス待ちはしてました、ね。この間も言ったかもしれないけど、むしろダービーを意識せざるを得なかったのはこっち、そう、うん、でしょ、うん、そう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 、うん、ね、はい、っていう状態で、まあ、入っちゃったのかなって気もちょっとしましたね。はい、はい、試合はもうあとはね、もう言わずもがなの人たちで、マルコスが点入れてお立ち台に登ってくるとは思わなかった。いや、あれね、初じゃない、あれも、うん、あれ初めてだったんじゃないかなと思います。あれ初めて見た気がする。まず、そうそう、あれはまずあれが常設されるようになって、うんうんうん、かつ、であそこまで走っていって、すごい、しかも1点目だからね。
そう試合が決まってからとかじゃなくて、いやそれでさ1点目であそこまで来てさこちらを拝むっていうさ、そうおおってなってるおおって、うん、それがマルコスだよね、うん、このねこのダービーっていう意味合いを、まあ、マルコス思ってくれてるっていうね、まあ、空気感作るのが上手ですねマルコスは基本的に、よくねゴールラ守るし、まあ、外国籍の方はやっぱダービーは肌で感じてる人が多いから、うん、その気持ちをちょっと持って入れる人がやっぱ多いなっていうのはどうしても感じちゃうか、はい、っていう話ですか。あ、だからその今言ったみたいにそのダービーの雰囲気作りっていうのはすごく良かったんじゃないかなと思いますね。あの更新もしましたしね、はい、あとは試合以外の話、そうね、ナイターだったしね、久しぶりに、うん、まああの風はマジで吹いてたんですよ、で前半はもうほぼほぼずっと雨、うん、で、雨が降ってたおかげもあって、あのセンターサークルバナーマジで綺麗でしたよ、うん、あれダゾンで見たときめちゃめちゃ重そうだったけどね。ね、そうまさにそのね。ボッシャンボッシャンしてたよって。あのめちゃくちゃ重たそうでしたけど。すっげえ綺麗でしたよ。テカテカするもんね。そう。テラテラ。あとは煽り PV かな。そう、そうね。見たいんだよな。あの撮ってますよ。あ、そうでしょうね。あれは、はい、そう、あのいい感じに、なんだろうな。バランスは取ってあるというか、結構スマートだったよね。ええ、うん、あの いわゆる過去のそのなんていうんだろう、因縁めいたものっていうよりは、もう完全にこの町の2クラブの対戦っていうところにフォーカスをしていて、うん、試合の映像むしろ出てこなかったんじゃないかな。かな。うん、町にかかってるフラッグを取ったやつとか、うん、あと、まあ、港未来のあたりの風景を撮ったりとか。っていう画面構成になってて、うん、この町のクラブの対戦でしたね、うん、最後のねテキストの置き方ね、うん、かっこよかったです、はい、だいぶシンプルでしたよ、うん、でもあれでいいと、うんうん、はい、という感じにダービーは終わりましたが、他に触れること、まあ、山根リックはすごかったよねって話ですね。トップ下もやったもんね。リックの右サイドバック夢あるって言ったじゃん。いやそれステップオンで言ったんですよ僕。あのちょっとねアーカイブがなかったんですけど。ああキーマンになるよって言ってたんですよ僕。いやリックの右サイドバックはもうなんか何もう夢というか多分伝説の始まりだと思ってたから私は。すごく楽しみで、その後あの気づいたらトップ下にいたのが一番面白かったですけど、ね、そうね、うんってなった、トップ下ねおってなりましたね、まあ、ちょっとだけだよね、はい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 、はい、あとはあーコータがマンオブザマッチの時にあナチュラル煽りをしてましたね、言うとったな、あのまずゴール裏にあの一発幕で俺たちが横浜っていう幕が出ていたんですけど、うんうん、コータはそれを見て、マウズマッチ取った時、取った後に、うん、俺たちが横浜って言ってましたね。そうそう。もうね、水沼一族は貴族だからそれでいい。王族なんで横浜の。あれを聞いた時に僕真っ先に思い出したのが2018年元旦の天皇杯決勝編なんだんですよ。うん、あの時セレソにいたんですけどね。ああ。やったぞーっていう声が反対側から聞こえてきて、こっちに向かって言ってんなって言ってね、当時の僕はブチギレたんですけど、ナチュラルだったな、そうナチュラルにそういうとこあるからね、いやいいですいいです、まあ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 、だから敵にしたくないとかね、あとリュウちゃん、あ、そうですね、あ、そう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 、小池龍太ね、三沢でも出てきてましたけど、うん、今回も改めて、うん、であるか、エンジンの時、うん、あ、そう、挨拶してたんですね、そうそうそう、喋ってましたけど、あれはもう実質お立ち台でええんちゃうかと僕は思ったんですけどなんかあの気合の入った顔の写真だけ見たい、 それはあの撮ったぞの時の顔だよなっていう顔を見た、そう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 まあまあ改めてね、ゆっくりと大事にして安全の状態で戻ってきてほしいなと思います、本当にそれ、はい、あとは動員が
2万5000か。はい。そうですね。でもさ、あの、言うたらさ、2万4500ぐらいはまりうちじゃない。まあ、はい、おそらくそれぐらいになる。はいはいはい。まあそうね。はいはいはい。まあ、あと、そうね。まあ9割9分9うちだよね。9分。キュウリ、まあ、だいぶパーセンテージで言ったらね、はいはい、だいぶあの予想よりも少なかったのは確かですね。でも思ってたよりも少なかった。でも1ヶ月前よりはチケット10倍ぐらいは売れてたよ。あ、あのあれです、総和じゃなくて、あっち側です、あっち側、うん、あっち側そうそう、もうちょっと来るかなと思ってました。向こう側のビジターのチケットの売れ行きずっと見てもらってましたよ。全然売れないなと思って本当にどれも来るんじゃないかって思ってたら、まあ前日ぐらいに見たら一応ちゃんとあの縁はこうやって人埋まってたから、あ、やっぱあの事前に買う文化ないんだろうなって思った。うん、まあ前日でいいかみたいな、うん、はいはいはい、っていうね。あとはそう、久しぶりに これはあの僕個人の意見なんですけど、はい、久しぶりにあのゴール裏のコンコースを通って、うん、いつものバクスタに行ったんですよ、うん、その時に、まあ、あの久しぶりにこうそこ通っている間に、まあ、多くの知り合いに会って、うん、ちょっとこう会話というかあの小話して帰るみたいな感じの繰り返しなんですけど、立ち話して帰るみたいな感じだったんですけど、うんうん、なんか久しぶりにあのあゴール裏ってこういうとこ楽しかったよなっていうのを思い出したというか、知り合いにこう会ってね、パッパッと話して、じゃあまた後でねみたいな、これそれを繰り返してる楽しさと、一方でなんかめちゃくちゃ若返ったのゴールだと思って。それ前も言ったよね、私ね。そうそうそう。ちょっと世代変わったなっていう話は、そうそうそう、前からしてて。ファミリーシートとかが売れてたっていう話あったじゃないですか。それをなんか改めて肌感で感じたというか。バックアッパーの密度見てもそうだよね。そうそうそう、世代が変わったなっていうところから、うん、あのなんかアプローチもこれから新しくなっていくのかなというか、うんうんうん、言うたら僕ら世代、まあ、あのひいてはちょっと上の世代の人たちとはまた違う取り組みというか見方というか示し方というかみたいなものが出てくるのかなってちょっと一瞬思ったんですけどね。ちょうど全く同じ時間にライブハウスで私それ全く同じ体験をしていて、要はこのコロナ禍でライブハウスデビューをした子たちがたくさんいるわけですよ。今までのだって若い子10代なんてそうじゃない、うん、もうだってこの間まで中学生だった子が高校生になって初めてライブハウス来ましたみたいな子だっているわけだけど、その子たちは、うんうん、肌感として元のフロアを知らないわけ、うん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 、でそうなってくるとどうやって遊べばいいのか分かんないんだよね。あ、それはありそうですね。そう、でそうなってくると元来そこにいたキッズたちがどうやってみんなを巻き込んでいくかって、こっから先 あのコロナ禍を経た新しいライブハウスを作っていく上で非常に重要だねっていう話をすごいその後みんなとしてて、これ絶対スタジアムにも置き換えられる話だから。一緒す一緒。そう、今までどうやってこのスタジアム盛り上げてたとか、どうやってみんな楽しんでたとか、そういうのもなんか今改めてこう伝えていくのすごく大事なんじゃないかなって思った。でそれによってまた新しいもの生まれていくかもしれないから、うんうんうん、なんかそういう話もっと知ってもいいのかなっていう気はする。今リードしてる方たちも、まあ、若いっちゃ若いですよね。まあ、でも彼らはやっぱコロナ禍前知ってる人たちだからね。そう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 。だから逆に言ったらコロナ禍前を知らない、まあ、知らない子たちの気持ちが分かるかどうかなのよ、それで、うんうん、だからちょうどうまくね橋渡しできる、ね、そうね、あの立場なのかもしれないので、はい、本当、まあ、あとはいる以上はなんか誰よりも楽しくいてほしいんだよね。うん、それはそうっすね。うん、らしい、まあ、なんかある種そういう、まあ、差というか違いというかっていうのを大人がどこまで受け止めるかなのかなとも思ったというか、うん、やっぱりこうなんていうんですかね、僕も下の世代の、まあ、身近な、ね、人たちがいたりするんですけど、なんかこうどこかで、あ、やっぱ自分とは感覚が違うのかなと思うタイミングがあったりして、って時に、うん、まあ、自分の物差しで見るのは簡単なんですけど、
相手の物差しが何なのかっていうのを知ろうとするというかっていうところからなんかいろいろなヒントが見つかっていくっていうようなところもあるんで、なんすかね、なんかまとまらないですねこの話。でもなんかその相手にそのそういうその指標があるっていうのその理解まではちょっとあれできるかわかんないけど、うんうん、そういうのがあるんだってことは知っていた方がいいかなって気がするよね。そうですね、だし、はいはい、まあ、その中で共通点を探していくというか、うん、そこでつながっていけたら面白いことなんじゃないかなと思いますけどね。これは先に言っておくけど絶対どっかで摩擦は起きるから、うん、ああそれは感じますよ。本当なんかそういうのから逃げないでほしいんだよね、あんまり。どうしてもなんかそうなってくるとなんかどっちかに寄せたりとかなんかそういうのちょっと面倒くさいみたいな雰囲気が出たりとか、うん、上だったり下だったりとかねあるけど、絶対そういう時に摩擦があるからこそ生まれるものってたくさんあるから、うん、そこから逃げないでほしいなってすごい思う。やっぱ懐の深さなんじゃないかなと思いますけどね、うん、それは受け止める方もそうだし、うん、新しく作っていく方もそうだと思う。そうですね、ある意味、まあ、そういう意味でも新時代が来るんじゃないですか、これから。今チャンスだと思うんだよね、すごく、うん、ずいぶん示唆的なスタジアムの話になりましたね、はい、でも本当にね我々と違う増え方というか来場する人が増えていたりするし、うんうん、まあ、全部帰ろうって言ってるわけじゃなくて、いいところはいいところで持っといて、そう、変われるところは変わってもいいんじゃないみたいな話ですよね。だって逆に言ったら当時してこなかった楽しみ方を今別にできてるわけじゃん、うん、我々って、うんうんうん、この指定席になったことによってとかもそうだけど。そうですね、それありますね。今の最善、今の一番楽しいをもっともっと多く数多く見つけていくことがそこにいる人たちにできることかなって思う。まあ、それが、ね、楽しむこともすごい僕はサポートだと思っているので、うん、クラブに還元できるしね、それで。そう、うん、そうそうそう、それ結構大事だと思いますね。いや楽しいでしょ、刺激があった方が楽しいっすよね、うん、それは思いますよ。まあ、多分うちの選手多分どこの J リーグのクラブよりも楽しんでると思うもん、サッカー、うん、なんか同じぐらい我々も楽しまないとダメかなって思うね。もう本当に昔を知る選手がだんだんと戻ってきてたりもするし、うん、まあ、選手だったりコーチだったりね、いろんな形で戻ってきたりするし、うん、ね、なんかこういい意味でミックスされる時期なんじゃないですかね。はいはい、はい、いかがでしょうっていうのを久しぶりの横浜ダービーを機会にでも確かに、まあ、ダービーの、ね、そうそうそう、タイミングなんか確かにあの頃こうだよなっていうのをなんか若干覚えてる気がするから、うん、まあ、そういう区切りでは別に言いたくないけどいいのかなっていう気もしたりします、ね。まあ、なんか矢印を自分たちに向けるタイミングなんだろうなって気がします、ね。うん、まあ、特にだからどういうスタンスだったかなとかって思ったりするしね、うんうん、はいはい、っていう横浜ダービ ーでしたが、まあ、ちょっと事務連絡だけしてみましょうか。事務連絡、はい、プレイバックアクリルスタンドとフェイスタオルが出ております。はい、簡単に紹介しましょうね。はい、はい、ですね、3パターンですね。プレイバックアクリルスタンドが2200円で、写真、みんなの集合写真と水野浩太選手、マルコス・ジュリオール選手、はい、であとフェイスタオルが同じく、3パターンですね、はい、用意されているそうです。はい、はい、アクリルスタンドが2200円、フェイスタオルが2970円、はい、うん、お買い求めください。これ結局この写真のどうなるんだろう、どうなるのが正解なの。なんか横に載ってる写真から使われるみたいな話、噂を聞いた人いたよね。そう、じゃあこれまんまではない。まだ今年の最初のプレイバックシリーズがさ届いたら判明するよね。でもそうね、そうそう、ちょっとやっぱあれだったんだってなるけど、わかりやすい、うん、はい、ということですね。あの 5-0 の記念に、はい、はい、ぜひお買い求めください。はい、はい、それではダービーでした。はい、次いきます。はい、次から小ネタです。1つ目、チーム密着ドキュメンタリーザ・デイボリューム51が配信中です。はい、はい、先週金曜日ですかね、はい、出てましたね。横浜ダービーを前に最新話を公開。ボリューム51の見どころは一森純 F マリノスデビュー、日本代表発表、鹿島戦の裏側、松原健連1ゴールということですね。はい、
僕の感想というかあれですけど、まあ、市森君の話がねだいぶ語られていて、まあ、本人の葛藤みたいなところも存分に語られていたので、まあ、どういう人、まあ、なかなかねやっぱパーソナリティそのどういう人なんだろうってまだ分かって一番、ね、分かりづらいよねどういう人なのか。そうね、なのでベテランだしねそうそうなのでぜひぜひ見てほしいなと僕は思いますね、はい、遅れてきた組が全員知ってる人だったからさ。そう、うん、初めて来たのに LINE ライブとかもなくてもうそうか、そうだ、そういうことか、なんかそうあれなんでこんなスルッと入らないんだろうと思ったら、そうだからちょっと本当初めまして感がまだちょっと拭えてないのよ ね、みんなね、距離の縮み方がちょっとわからないみたいな。いや大事だな、じゃあ改めて声込んだろう、ね、上島くんはちょっと後で触れますけどね、はい、だからもうちょっとスピーカーアウト早めにちょっと出してあげてもらってねそうね、そうだね、スピーカーアウト出してほしいね、よろしくお願いします。そうそうはい、ぜひぜひご覧ください。はい、次いきます、はい、次はですねクラブ公式ポッドキャストスピークアウト、ボリューム30配信開始来たよ。はい、今シーズン最初の配信です、水沼宏太選手と辻本麻也さんが MC を務めるクラブ公式ポッドキャストスピークアウト、上島拓海選手をゲストに迎えた最新ボリューム30を配信中ですということですね。僕はさっき聞きましたけども、さっき聞いた、今朝聞きましたよ。聞いた聞いた、なんかすごいね。いや面白キャラの予感しかしないなんかすごい、なんか宮市くんとは違うけど、そういうネアカ感が、いやなんか単刀直入に言うと私同じクラスに行ったら多分仲良くなってないと思ううざいうざいちょっと、ね、あれなんだよ、本人悪気一切ないし、うん、そうなんですよ、そこ大事です。きっと私とはそりが合わないだろうなってちょっと思う。すごいいいやつだと思うんだけど、そう、なんか基本的にいいやつなんですよそう、確かにね、いいやつすぎんだよなあ、まあ、ナチュラルですね。それもまた、はい、詳しくはぜひ皆さんもね、はい、すごくね、いろいろ、はい、話してくれて印象変わりますよ。ぜひぜひ、うん、高青年が好きな方はきっとね、うん、本当に大好きだと思うよ。個人的にある知り合いにマジで喋り方が似てて面白かったですけどそうそれは思った、それは言われて思ったけどよく考えたもともと小林雄三みたいなのが好きなタイプだったからさ、本当真逆なのよ言ったら、ね、そう、同じで歌手から来てね、はい、はいというスピーカーアウトでした。はい、はい、次いきます。次はですねナンバーウェブで飯倉弘樹インタビュー前後編公開中。あ、そうだ、まだ読んでないわこれ、はい、一度は引退を決断しかけたゴールキーパー飯倉弘樹36歳が3年半ぶりに古巣の横浜 F マリノスに復帰した。その奇跡的なプロセスや F マリノスへの愛情、そしてベテランとなった自らの役割やゴールキーパー論についてめっちゃ喋ってるってことだねこれね、ナンバーウェブに明かした。実際結構ねめっちゃ喋ってるんですけど、めちゃくちゃ喋ってますよ、ね、前編がのキャッチが押しただけでページ数おかしくないそう前編つったよね今これ、まあ、はい、前編がゴールキーパーなのにドリブル、飯倉弘樹36歳は引退決断のタイミングでなぜ F マリノスに復帰したのか、こんなに俺を好きでいてくれたのつうかさ、飯倉こっちは相当伝えてたよねいやいや自作自演半端ないな本当、ね、はいはい、で後編がですね、飯倉チャレンジは知っていても飯倉弘樹は知らない、無謀と批判されてもゴールキーパー飯倉はなぜ攻撃参加し続けるのかというこれね、どっちも読んだんですけどどっちも面白いです、はい、飯倉の人となりが分かるし、キーパーの概念を覆す男だなってつくづく思います。いやだってこいつだったら同級生だったもんジュニアユースからだよねキーパー、ね、はい、始めたの、そう、もともと中盤の選手だったんですよね、うん、そうそうそう、いやーそうね、そう、いやでもなんかそう、3年半も経てばやっぱりそれなりにこう大人にはなっていてっていうのも感じさせる、まあ、発言とかがね載ってたりするんで、それはそれで面白いですよ。なんかようやくさ、距離感を感じるようになったらすぐ帰ってきたよね、なんかそうそうそう、なんか最初の半年1年ぐらいまではさ、まだそんなにこう距離感離れてる感じしなかったじゃん、神戸にいるんだけど、はい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 、でようやくあなんか神戸の人になったなって思ってた瞬間に帰ってきちゃったから、あ、なんかそんなに離れてた感じしないねみたいなね、本当に大人になっていて、そうあとね声がちょっと老けた
あ、ちょっとね、ゴールキーパーあるあるだけど、これは酷使するからね、うん、声をね。伊賀君はあれです、この中ではあのマリノス、マリノス内はおろかサッカー界に貢献しようとしてますからね。あ、そう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 いうこと。この話は本当に面白い。そうそう、いや、そうだから、そういうので考え始めてる。そうなんだよね。いや、ね、もしね、まあ、やっぱでもね、そのオフの期間の過ごし方で彼自身の考え方が変わった節はあったんだろうなっていうのは感じますよ、うん、本人もね言ってますけども、はい、まあしげさんとかてっちゃんとそうそうそう関係性も語られたりしているので、うん、ぜひぜひオールドのファンからイクラが、ね、来ていきなりなんでこんなにマリノスサポーター好きなんだろうって思われてる方もぜひ、はい、読んでいただければ多分分かると思いますね。ビフォーイクラ時代をさ知ってるか知らないかはほら、まあまあ、によってね、彼どういう人なのかとか全然知らない人もいるわけです。確かに、はいはい、ぜひぜひ。それこそね、はい、新しくサポーターになった人は読んでほしい。あ、確かにね、うんうんうん、いやでもその印象持たれても困るな、はい、まあまあまあ逆にまあまあ、まあ、はい、という飯倉弘樹選手のインタビューです、はい。続きまして、フットボールゾーンマルコスジュニオールインタビュー全2回公開中。こちらも、はい、これはこれでですね、面白かったですね。J リーグは今年30周年の節目を迎えた。リーグのプロ化により、日本サッカーは紆余曲折を経て発展を遂げてきた中、レベルの向上へ一役買ってきた存在として忘れてならないのか、世界各国から日本にやってきた外国人助っ人たちだ。今回フットボールゾーンでは J リーグ助っ人特集として複数コンテンツを展開。ここでは昨季 J1 王者の横浜 F ・マリノスマルコス・ジュニオールのインタビューを2回にわたってお届けするということです。で、これも全2回なんで全公平なんですけど、まず前編が、横浜 F ・マリノスマルコス・ジュニオールが見た30年目の J リーグ、日本ではあまりないさらなる発展してきた王国との相違点、うん、はい。で、2つ目が、横浜 F ・マリノス助っ人が見た森保ジャパン、多くブラジル人アタッカーが提言、日本に足りない必要なプロセスとはということで、おもろいじゃないですか、まあ、テーマが。マルコスのね、ね、自身に、まあ、フォーカスをずっと当ててっていうよりも、まあ、日本との関係性とか、ブラジル人の助っ人として日本どう思いますかって話とかも結構、まあ、語られている内容にはなってますね、はい。これこういうインタビューというか、コラム記事を読むたびに思うんですけど、うん、日本って思ったよりレベル高いって毎回言われるじゃないですか、うん、いや普通に高いんだよっていうのをそろそろ発信していきたいですよね思ったよりのハードルをもうちょっと上げたいってことね。そうなんですよ、来る前に、ね、まあ、それを発信してくれるような選手に来てほしいなというか、これってやっぱり日本にいるJ リーグサポーターが外国人選手がそう言ってるからやっぱ高えんだっていう印象になっちゃうんですけど、これが例えばなんだろうな、イングランドの人が読んでもあそうなんやって思えるような、そういう存在に発言をしてもらいたいなって思うというか、そういう存在がもっとたくさん来るようなリーグになってほしいなというか、なんかいろいろ考えさせられますよね。ブラジルと比べてっていうのももちろんあるし、その辺、うん、なんかもうなんかお腹いっぱいになってきたというか、そういう話もそろそろね、はいあれですね、この中ではマルコス自身もね、マリノスはまだ知られてないって言ってるもんね。あ、そう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 、ブラジルでは、そう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 。で、まあ、鹿島はまあジーコなので知ってますよみんなっていう話をしてるんですけど、うん、はいはいはい、そういう意味、ね、での話の、まあ、中で、そのなんで強くな、もっと強くなれるのにならない、なれないのかっていう不足している部分については、うん、まあ、現役っていうよりも育成の話をちょっとしてるんです。あ、そうそうそう、その話は面白かった。それもマルコスまではの視点ですよね。それも、まあ、あまり言っちゃうとあれかな、うん、読んだ方がいいね。だけど、うん、その育成っていうのは育成 の, その練習の仕方とか試合の仕方じゃなくて、うん、っていうところなんですよね、うん、あ、そうそうそう、それはね、はい、すごい面白いですよ。面白い、確かにそうだと思う、うん、という辺で終わりましょうかね、はい、ぜひぜひ、こちらはイークラの方はもうイークラが楽しいって感じで、そうですね、マルコスも楽しいし、その
あの日本サッカーの底辺というのは結構ちょっと面白いので、はい、うん、ぜひぜひ、はい、読んでみてください。はい、はい、次います。次はですね、あ、やっと読める。港北区の小学校の新1年生にランドセルカバーが配られました。よっ、はい、よっ、はい、ですね、メイン会場日吉大小学校で、入学式にマリノスケットトリコロマーメイズが参加してランドセルカバーを贈呈しました。で、今年度は港北区内の26校約3300名の新1年生に、配られたそうです。うん、はい、マリノスケと、港北のマスコットキャラクターミズキーが2人で乗ってるんですね。はい、ミキティでしょうね、感じで。本当だ。はい、そうですね、ミズキーね、ちょこちょこ、ね、はい、マリノスケとコラボしますよね。仲良しだよね、はい、マリノスケとね。鹿島日吉台だなんてすぐ近くまで行きますね。はい、はい、これは本当、あの鶴見区の小学生結構羨ましいんだから、これ。やっぱそうだね、うん、すぐ目の前の小学校はマリノスケ持ってんの。毎年でもマリノスケのもただなんかいろいろもらってるの。あ、他にもね、そうそうそう、ね、なんかあの招待も多いじゃん。すぐ目の前だって、うちから行っても新横浜歩いて20分ぐらいなのに。この差分かった、分かったからって思ってるからね。あれですね、マリノスケって港北の安全安心大使なんですね。確かにね、そうですね。港北のなんか、なんだっけ、港北警察署もさ、一日出発の間、チコちゃんもやったけど、はいはいはい、交通安全教室もやってるし、そうかそうかそうか、そういう意味ですね。かと思えば横浜の財政のこと語れますからね。そう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 、小学5年生税金の話すからね。すごくないですか、永遠に、伊達に永遠に小学校5年生やってないですね。え、宇宙人にはできないね。はい、ましょうか。マリノスケのコメント、港北の新1年生のみんな入学おめでとう、僕とミズキーのイラストが入ったランドセルカバーをつけて安全に登校しようと。はい、うん、港北との連携協定というのがありまして、まあ、一般社団法人 F マリノススポーツクラブですね、この事業は。はい、港北役所、港北連合町内会、港北商店街連合会、横浜マリノス株式会社の5社で、ホームタウン活動の協力に関する基本協定を締結していて、まあ、その、はい、一環として、行っているそうですね。うん、はいはい、まあまあまあ、まあ、いつも通りですか。はいはい、っていう、ランドセルカバーのお話でした。はい、はい、本日のトピックは以上になります。お願いします。ミックスゾーン、どうや、はい、はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マリノス関連、パートナー、スポンサー様関連のタレコミなどお話しいただけるコーナーです。はい、ご参加の方はアプリ社の手のボタンをタップして、お知らせください。お待ちしてます。ます、お気軽にお知らせください。お、来た。はい、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。トリコの AD でございます。はい。はい、ですね、トリコ、ツイッターのアカウントもやってるんですけども。アイコン変わった。おい、この画像。そうなんです。フォロワーがついに4桁になりました。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、とうとう1000ですって。あら。そうなんです。トリコのツイッターのアカウント、まあ、ご存知の方も結構いてくださるかとは思うんですが、ご存知ない方はアットマークふっとりこアンダーバー YFM で検索していただきますと出てきますので、はい、リアルタイムでね、全部あのお話してる内容とかリンク全部貼ってるので、 その内容見ながら、ね、聞くことできますので、うん、ぜひこちらの方もフォローしていただければと。あと放送予定とかもね、お休みの予定とかも告知しているので、アーカイブの告知とかもしてますね。そうですね、よく朝以降にはぜひ、はい、まだフォローしない方はぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。1000ですって。いや、1000だって。最近でもちょっと加速したんですよね、多分。ちょっとね、そうですね、やっぱ開幕
してこうだんだん暖かくなってお客さんが呼べる時期になってみたいなのもあって、うん、でこっからさまたユニ配布の試作が出てきたりとか、うん、でゴールデンウィークがあったりとか、うん、こう今まで見たことない人とかも連れてきやすい一番いい時期になるじゃないですか。そうですね。なんかそういう時にぜひ使ってもらえたら嬉しい平番組、うんうん、そういろいろねコンパクトにまとまってると思うので、うん、なんか時々ね聞いてもらえればなんとなく試合行く前にあこういうことあるんだっていうのなんとなく分かってもらえると思うんで、そうえあるよってこういうのあるよってちょっと言ってもらえると嬉しいなと思います。はいはい、ちょっとツイッター一件来てるので読みます。 ありがとうございます。ケンタロウさんから、そういえば5月14日の新潟線のオフィシャルツアーの募集が始まりましたね。でプラスで現時点で新潟行く予定の方どれぐらいいるでしょうかと、うん、いうことです。ということはこれ聞いてみます、はい、104人とかですか。いらっしゃいますね。お月曜日からありがとうございます。では、ちょっと恒例のアンケートタイム。アンケートタイムというのはですね、皆さん画面開いていただいて右下の方にですね手を挙げるボタンというのがあると思うんですけど、こちらを使ってやらせていただいているアンケートコーナーがございますので、はい、今、ではですね本日今のところまだ撮ってる撮ってない関係なくアルフェリックス新潟戦5月14日アウェイに行こうかな行く予定だよって思ってる人ぜひ手を挙げて教えてください。どうぞお願いします。ペペペペペ、はい、こちらで、ね、数は買うと、はい、やっぱさすが新潟って感じですか。大写真だもんね。あれあれちょっと待ってちょっと待ってちょっとそれ普通に手を当てるのか、もしかしたら来るのか本当。ですねちょっと待ってはい、もうちょっとだけ待ちましょうかね。あちょっとあでもいいかな。はい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 、29名かな。あ僕もそうですね。僕私マックス今30まで見えたよ。そう30まで見えた、はい、そうで29にプロって減ったから、はい、迷ってんのかもしれないですね一人で、まあまあ、ありがとうございます。30になりました。おお今日どうも30、はい、3分の1ぐらいいくってことですか。いや本当ですよ。いつもより3回高いというかやっぱ春休みとかねちょっとね大変だったよね行くのね。今年の遠征連戦だったしね。しかも遠いしね、時期的にもね、ちょうどいいし、まあ、一時新潟って結構きついんですけどでも はい、ただ日曜日だから土曜前乗りでいろいろ楽しんで日曜日ゲームで帰るのかな、うんうん、とかですね。前乗りの方がいいよ一時は本当に本当に新潟駅から意外とかかるから本当にそうそう、バスすごい渋滞するから本当にそうやなあの辺な本当なんか買い物時間とかから行こうとか考えたらマジ早朝だよ出るのね。はい、なので久しぶりの新潟ですしね。そうなんだよね。翌週がガンバなんですね。アウェイ、そうです、アウェイガンバ大阪か。いやそアウェイ続くよね今年。そうだね、その次は、まあ、中日ルヴァンの札幌アウェイ、うん、3連続アウェイだよね。だからここまたそうそう、ここそうだね、うん、そうね3連続だし、そうね土曜水曜だね選手たちはね、うん、あ確かにね、うん、移動も考えるとまあちょっと、ね、大阪行って札幌行ってたのどうしてっていう日程なんだけど、まあしょうがないかその後はしばらくホームが続きそうです、ね、そうなんですよ。なんかホームやっぱり日産が続くかもしれないですけどね、うん、あ、そうだね、そう4月はねイベントがね、うん、あとあれかな、うん、ACL かな。そう ACL で先に消化しとけっていうのもあるんだろうね。ホームにしといて我々ですね直近をねみたいな。そうそうそう、ACL ってまだ日程あ、そうか日程出てるんですよね。日程は一応出てます。日曜ね、相手がまだ決まってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一回下げときます。一回下げちゃう。はい、はいはい、にゃんちゅうさんからいただいておりますが、はい、Jリーグウォーキングバトル開催中でございますので、うん、アプリの起動を忘れなくよろしくお願いいたします。はい、今日はジェフですね。そうですね、はい、今日はジェフ相手です。今日ジェフですね、ウォーキングアプリ。あ、そうなんだ。はい、はい、ね、今節ね、ちょっとね、戦いがちょっと厳しい戦いがいろんな意味で続くので、皆さん毎日起動を忘れなくお願いいたします。
かおりさんからもらったんですけど、なんで新潟ホテルこんなないのかと思ったら G7 なんですって。まあ、だがしかしですよ、この間見た段階ではツアー用のホテルとかは空いてた、まだ。あとワンチャン全国割延長してるから対応してるとこもあるよっていうのは先に言っとくね。一時は本当に。あとは夜行バス組からすると時間潰さなくていいから楽なのよ。確かにな。一時ゲームだとね。で、ギリ当日の午後バスちょっと間に合わないから新潟だとっていう時間だから、まあ、帰れば新幹線になっちゃうと思うけど、そういう行き方もあるかな。はいはい。はい、はい、じゃあ月曜コンタクトですね。はい、そう、月曜から100人超えって結構すごくないですか。ねえ、急に見えてます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。ではでは、本日ふっとり子は175回目でした。皆さん遅くまでお聞きいただきありがとうございました。感想、垂れ込みなどハッシュタグふっとり子でお待ちしております。はい、はい、放送翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、そちらもぜひお聞きください。はい、します。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。また金曜日。またねー。